それに政府与党も不親切なんですよね。多忙法がゴニョゴニョゴニョ、それで監視でゴニョゴニョゴニョ。そうじゃなくて、共産党がもし権力を握ったら、あなたから全てを奪い、あなたを奴隷に落とす。逆らえば殺される。だから見張ってるんです。こう言ってくれれば分かりやすいんですよ。それとですね、誰一人取り残さないというのであれば、共産党は危険だ、滅ぼすべきだ、という私のことも取り残さないでほしいものであります。共産党さんもいいですよ。靴沢は危険だ、滅ぼすべきだ、と思ったならば、何か言ったり、何かやってくれても全然構いません。それこそが総合主義というものであります。以上、ご清聴ありがとうございました。男児中堅さんのことを望みます。賛成。異議あり。賛成。異議あり。賛成。それでは本動議についてお話しいたしますので、全議員の着席するまでお待ちいただきたいと思います。ただいま異議がありましたので、これより採決に入ります。異議議員より提出された中堅動議について可決することに賛成の方はご起立願います。賛成。賛成ですよ。ご着席願います。起立少数と認めます。本動議は否決されました。会議を続けます。議長35番。議長35番。ただいま休憩につきましては否決されました。議長35番。お手元無視を、そんなやり方を運用は議長35番。議題と関係のないことを